ある人が言った。結婚とは愛する人と共犯者になることだ。もしどちらかがヘマをすれば、最悪の未来が待っている。最初に言っておくが、これは私の婚活についての物語である。もう誰も失いたくない。もう誰にも沙織みたいな目に遭わせない。沙織？この事故、確か被害者が若い女性で警視庁の人だったんですよね。篠原沙織。彼は婚約者の事故死について知りたがってるようですが。あれは解決済みの案件だ。君は知る必要はない。たった今本庁から連絡があって、藤岡さんが緊急手配されました。藤岡さんだけはそんなことしない。私刑事としての彼を信じてます。みんなどうかしてますよ。何がだ。無実の藤岡さんを緊急手配だなんて。殺人現場から藤岡の拳銃が発見されたんだ。藤岡が疑われるのは当然だ。もし藤岡さんがやったとしても、拳銃をわざわざ現場に残していくわけないです。俺もそう思ったが、残念ながらやっぱり犯人は藤岡だ。どうして？それはお前が藤岡に惚れてるからだ。もう！お前はさっきからずっと藤岡のことをかばってる。イコールお前は藤岡に惚れている、イコール奴が犯人だ。もういい加減にしてください。とにかく藤岡さんを探しましょう。本人を捕まえればはっきりしますから。お前の気持ちがか。彼が犯人かどうかです。俺には同じことだ。まあ、とにかく藤岡のマンションに向かうぞ。ここが藤岡さんの部屋か。何テンション上がってんだ。お邪魔します。綺麗な部屋。家賃いくらぐらいするんだろうな。どこに関心持ってるんですか。もしかして一人で住んでなかったりして、たまに来る女がいたりしてな。調べてみましょう。いや、お前こそどこに関心持ってんだよ。部屋の食器なし。洗面所の歯ブラシ1本。シャワーを使った形跡なし。女性用のシャンプーなし。調べてみましたが、この部屋に藤岡さん以外がいた形跡は全くありません。よかった。気に入らんな。男なら必ずどっかに女の何かを隠してるもんなんだがな。でなければ大人の秘密の DVD とか。いいえ、藤岡さんはそういうタイプじゃありません。じゃあそろそろ行きましょう。え、この部屋。宮谷さん。お、あったのか、大人の秘密の DVD。この部屋きっとあるぞ、大人の秘密の DVD がどっさり。どうだ、あったか、大人の秘密の DVD。 いいえ。じゃあなんだ。
この人。もう誰にも沙織みたいな目に遭わせない。この事故、確か被害者が若い女性で警視庁の人だったんですよね。篠原沙織。ここは彼女の部屋だ。言ったろ、男は必ず何かを隠してるって。この番組は小林製薬の提供でお送りします。どうやらこの部屋は篠原沙織が死んでからそのままのようだな。なんでわかるんですか？見てみろ、カレンダー。2013年。まあ、愛する人を失って部屋をそのままにしておくっていうのはよくある話だ。よし、何か手がかりになりそうなもの。谷さん、これ。沙織さんの日記。おお、貸してみろ。いいから貸してみろ。貸してみろ。ちょ。なんだよ。女性の日記を勝手に読んじゃうのはどうかと。藤岡の行方の手がかりがあるかもしれんだろう。俺決して興味本位で見ようとしたわけじゃない。でも怖いのか。え、藤岡とのラブラブな日々が赤裸々に描かれていたらどうしようってか。違います。だったら見ようっと。本庁から捜査員の方がいらしてるんですけど。ここは我々が調べる。何も触ってないだろうな。もちろんです。ヨネコ、行こうか。はい、失礼します。藤岡。お待ちしていましたよ、別府さん。どういうつもりだ、こんなところに呼び出して。人目を忍んで落ち合うには好都合ですから。それよりお前どうするんだ、緊急手配までされて。昔からの仲間として忠告してやる。今からでも遅くない。さっさと自首しろ。昔からの仲間。何がおかしい？果たしてそうでしょうか？どういう意味だ？もう誰も失いたくない。もう誰にも沙
鳥みたいな目に合わせない。沙織、ありがとうございます、うん、沙織さんってどんな人だったんですかね。なんかよほど素敵な人だったのかなって。はあ、何ですかこの写真。もう藤岡さんデレデレしちゃって。いや別にデレデレはしてないだろう。してますよ、いつもツーンなのに。気になるのか。別にそういうわけじゃ。何ですか藤岡、犯人確定だなこりゃ。もうやめてくださいよ。お、二人の出会いのきっかけが書いてあるぞこの日記。え、結婚前に慣れ初めを振り返ってたんだな。ほら、第一章、最悪の出会い。これ気になってんじゃないか。彼と最初に出会ったのはお互い刑事になって間もない頃だった。ちょっと、あんたのせいで逃がしちゃったじゃない。邪魔しないでよ。そっちこそ。観念しなさい。僕が先に追っていたんですよ。あいにく捕まえるのは私よ。当たってどうすんだよ。それ何ですかこの本地なしって。ああ、東北の方の方言でバカって意味らしい。この篠原沙織、お前といろいろ被るとかあるよな。どこがですか、全然違いますよ。おい声でかい。だって沙織さんは私なんかと違って美人だしエリートだし、よほど二人はお似合いのカップルだったんでしょうね。きっと役ないよ。履いてませんけど。これは沙織が死んだ日の事件現場の画像です。前日検挙した女が偶然撮影し携帯に保存していました。それが何だ。この写真の墨の方を見てください。非常に興味深いものが写っています。ここにいるのは銀龍会の幹部梅津哲司。出てこい梅津。そしてその隣にいるのは別府さん、あなたです。ぜひ聞かせてくれませんか。なぜ沙織の事故現場で銀龍会の幹部と一緒にあなたが写っているのか。おそらくあなたは沙織に銀龍会との関係を疑われて梅津と共謀し交通事故を装って彼女を殺した。あなたは許すわけにはいきません。続き読まないのか。もういいです。じゃあ私が。第2章、運命の再会。やがて刑務部に入った私は捜査情報を銀龍会に流している内部関係者をあぶり出す調査に当たっていた。
そこで再び藤岡通事と出会った。何ですって。おいおいおい、当時彼は銀龍会に詳しかった。怪しいと思ったので徹底的にマークすることにした。こんばんは。よければどうぞ。賄賂にしちゃ安いわね。僕の部屋を盗聴しても無駄ですよ。銀龍会の内通者は僕じゃありませんから。まだわかんないわ。そこまで僕に関心があるなら僕の部屋に来ればいい。どうぞ。その車の中よりは快適ですよ。何これ、家に誘ったってことですか、藤岡さんが。やるなあいつ。くっついてきた。ついてく方もついてく方ですよ。仕事中に何考えてんだか。お前が言うな。どうします。部屋に盗聴器仕掛けてきた。藤岡が帰るの待つか。あなたは仲間だったはずの梅津も僕の取り調べ中に自殺に見せかけて殺した。そして今度は梅津の交際相手だった小山留美を殺し僕の犯行に仕立てあげた。ですよね。悪いが警察が疑っているのはお前だ。お前にそれを覆すことはできない。諦めろ。さてと、今度は俺からの質問だ。鍵はどこだ。何のですか。とぼけるな。お前があの女から預かった鍵だ。答えないと言ったら。忘れているようだが、お前を追っかけてるのは警察だけじゃない。ですか。え、なんか元気ないですよね。そうかな。あ、もしかして何、また新しい恋してるとか。ああ、うん、まあね。相手は誰、どんな人。ちょっとそれは言えないんだけど。あんたほんと懲りないわね。もう諦めなって。なんでよ。だって今までどれだけ失敗してきたと思ってんのよ。なんだっけ、ほら、高校の同級生もダメだったし。ヨネちゃんじゃない。久しぶり。ジュンペイ君。お医者さん相手の時もあったよね。たまにはこうして医者であることを忘れて女性とランチするのも悪くないですね。三人いっぺんにダメになったことありましたよね。僕は人との距離が近すぎるってよく言われるんですよ。濡れちゃいますよ。力しか取り柄がないから。ほっとけなくて。みんな大好きだったのに。詐欺師に騙されたこともあったよね。僕と一緒になってください。
制服フェチの人もいたし。僕が求めているのは制服警官の最高の笑顔だ。子連れもいましたよね。あのさ、翔くんのお母さんになってもいい？何なのこの女、私にプロポーズするんじゃなかったの？あとほら同僚もめっちゃかっこいいっす。俺マジで惚れました。権藤くんは犯人じゃない。だって私権藤くんのこと好きじゃないから。政治家もいたじゃん。今度正式に出馬することになったんだ。僕と一緒に鳥取に来てくれないか。はい。藤岡さん、藤岡さん。思い返せばいろいろありましたね。こんだけ数って当たんないって逆にすごいよね。でもいつも途中まで割とうまくいってたもん。なのにどの相手もことごとく捕まってダメになったよね。今回は絶対に違う。多分もう先輩の気持ちは伝えたんですか？で返事は？それはあなたのことが好きなの？まだだけど。なんだ、じゃあただの片思いじゃん。返事をもらえてないっていう時点でもう脈ないね。え、やっぱりそうかな。いや、それはどうかな。え、まだ答えもらってないんじゃ片思いかどうか分かんないだろう。そんなに好きなら待てばいいのさ。お父さん。それよりお父さん、注文したナポリタンまだ？あれ好きなんだけど。好きなら待てるだろう。はあ？だいぶ前に注文したね。そっか、そうだよね。お父さん。あ？ありがとう。おう。大きくなったな、さくらちゃん。元気そうでよかったよ。ありがとうございます。でもどうして？藤岡の件はうちで預かる。君たちは何も心配するな。とにかく所轄はサポートに徹しろとのことよ。そんな。なんか俺ら置いてかれちゃってますね。しょうがねえだろう。探すにも俺たちだけじゃ限界がある。いずれにしろ本庁に任せるしかないわね。でもこのままじゃ藤岡さんは疑われたまま捕まっちゃうんですよ。え、仲間を見捨てるんですか？俺だってあいつのことは信じたい。
どな。お前がそこまで気にしてるってことは藤岡黒だ。何言ってんですか。もう近くですか。ない、走ってきた。相変わらず使えない人ですね。もう助けに来たんだから文句言わない。救急箱が洗面所の棚にあります。知ってる。え、しお手当てしましょう。なぜ知っていたんです。あ、宮谷さんと来たの。はあ、なぜ勝手に部屋に。動かないでってば。大丈夫？死にませんか。間違いない。二人とも部屋の中だ。はい。じゃあ奥の部屋も。はい、見せてもらいました、沙織さんの部屋。今まで彼女のこと調べてたんでしょ。正直に答えて。青山ルミを殺したのはあなたじゃないよね。違います。そうだよね、私信じてた。ようやく真犯人が分かりました。本庁の別府という刑事です。別府？別府？梅津と青山ルミを殺したのも。出てこい梅津。
香織を殺させたのも。あの男だったんです。許せない。沙織を。藤岡さん。私、あなたの味方だから。花田さん、いつも助けてもらってばっかりだけど、今度は私があなたの力になりたいの。ダメです、花田さんは関わらない方がいい。どうして、どうしていつもそうやって一人で抱え込むの。私じゃダメ、私じゃあなたの力になれない。ねえ、私じゃ沙織さんのこと忘れさせてあげられないかな。来たぞ、ヨネコレーダー。ヨネコさん。ごめんなさい、やっと会えたからちょっと気分が高まっちゃって。ん？どうしました？急に無音になった。え？何が起こってんすか？この事件が全て解決したら、きちんと返事をすると約束します。大丈夫ですか？それよりさっき根当さんとここに来たって言ってましたよね。うん。その時盗聴器って仕掛けませんでした？部屋に盗聴器仕掛けてきた。なんすか？キーンときた。もう全部聞かれてたのかな。超恥ずかしい。あれ？ヨネコ？ヨネコ？盗聴器外された。え？急がないと。え、どこ行くんですか？え、あなたにも助けられてるんです、実は。え？藤岡さん。藤岡さん。これがきっと事件の大きな手がかりになるはずです。そんな。
の体じゃ無理だよ。それにあなたは警察にも銀龍会にも狙われてる。しかし事件を解決しなければあなたとの約束も守れない。あっ私が行く、私が行く、あなたの代わりに。ダメです、あなたを危険な目に遭わせるわけには。大丈夫、これは自分のためでもあるの。お願い。よし、こうなったら強行手段だ。乗り込むぞ。よし、追うぞ。へい。何？逃がした？なぜだ？一旦泳がせるためです。奴はきっと梅津の女から預かった鍵を持ってるに違いありません。頼んだぞ。分かってます。これがきっと事件の大きな手がかりになるはずです。大丈夫ですか？大丈夫。間一発だったな。それより、うん、これ。おお、これか。千代の大人の秘密の。おい、こりゃ1億もあるぞ。おい、一体何のお金でしょうか？篠原沙織が追っかけてた時間と何か関係があるんだろうな。あ、忘れちゃった日記。あ、日記、米子さんこれ持ってきましたよ。おう、ありがとう滝田君。あ、1億って書いてあります。桜プロジェクトって、あのプロジェクトと何か関係があるのか。桜プロジェクトって何ですか？あ、すみません。
さんだ。もしもし、藤岡さん。例の倉庫には何がありました？スーツケースがあって、中にはお金がぎっしり。その金は重要な手がかりになります。誰にも絶対に渡さないでください。わかった。藤岡さんは大丈夫？僕は平気です。私は刑事、あなたを逮捕します。